バイク買いに来たんですけど、ちょっとなんかあんまないんですね、ここ。ここの店のディーラーやってるビッグ鈴木と申します。あ、ここの、ああ、すいません、すいません。モデル悪いとか言って。いえいえ。この町に来たのは、自分たちのお父さんが警察さんだったんですけど。ほう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 。乗れる？あ、乗れました、乗れました。はい。あ、後ろ乗ろうか。え？よいしょ。姉の運転人の車に乗るんですか、これ。え、そんなに下手なの？あ、やばい、勝手に動かしちゃった。いやいや、全然いけますよ、うん、あ、上手。一応、はい、あの操作だけ。それじゃあ、うん、下の黄色い矢印に沿って敷地内を2周してください。うんうん、結構癖ある車やからゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ。ちょっと段差のところは歩道やと思って、はい、じゃあもう一周、もう一周。はい、はい、次、ウルカくん。はい、はい、うんうんうん、おー、お、上手上手上手、うまいな。これはやっぱ癖のない運転ですか、これは。うん、結構ね、そこの壁のところぶつかりやすいねんけど、上手やね。なるほど。うん、オッケー。難しかったですね、あれ。うん、じゃあウルハくん、敷地内2周で。なんかガン言うてくれば大丈夫なんか、これ踏むか。はい、あ、よかった。ここだ。あったあったあった。え、ちょっと待って待って。え、これか。オープン、あ、アウトオブストック。 えぐい、売り切れたけど。ちょっと待って。え、嘘、え、買えないの。バイク1個しか売ってなかった。180万。熱180万。うん、買えへん、買えへん。どこにあんのこれ。ちょっと待って、うち間違って。びっくりした、びっくりした。こんにちは。え、おちょおちょおちょ、人が出てきた、びっくりした。こんにちは。たまに人が出てくることもある。ちょうど今バイク買いに来たんですけど、ちょっとなんかあんまないんですね、ここ。なんか1台しか売ってなくて。この町では、はい、あの欲しいものがあれば、それをディーラーにまず聞いてもらって、はい、で、あのそれを仕入れてくるんで。あ、え、ううあ、じゃあ、あれか、受注してみたいな感じなんですね。そう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 、受注してそれを仕入れて。ビッグ鈴木さんの声聞こえないんだけど。一回ね、出ると聞こえるかも。あ、聞こえました。どうもどうも。どうも。あ、ここの店のディーラーやってるビッグ鈴木と申します。あ、ここの、ああ、すいません、すいません。なんか、はい、モデル悪いとか。いえいえ。すいません、すいません。それは本当に申し訳ないです。すいません、失礼しました。すぐにね、買えないんですよ。はい。どうする？原付買う？原付だけ買って移動。その場合は、うん。ちょっと待って。で、半貯まるまで700だ、うん、はい、あの仕事して貯めてって感じかな、うん、買いに来ます。今何の仕事してるんですか。今何も無職です。無職です。今日引っ越してきたばっかなんで、はい、いけるっつってたね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして、ボタリンです。はじめまして。あ、ボタリンさん、はじめまして。名前教えてほしいです。あ、でかいウルカ、ウルカじゃなくてウルハです。でかいウルカです。ご兄弟ですか。そうです。はい、兄弟できました。あ、みーちゃん、こんにちは。にゃにゃにゃ。あ、こんにちは。にゃにゃにゃ。みーちゃんは喋れないけど、はいはい、私たちが言ってること理解してくれるから。あ、そうなんだ。そう、みーちゃん、よろしくお願いします。あとね、あ、みーちゃんからもらった。あとね、だん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 みーちゃんが言ってることも分かるようになりますから。あ、そうなんだ。あ、ありがとうございます。もう私は分かります。もう今出会ったばっかだから。うちキーラもらったけど。そうじゃん。あ、ごめんなさい。ミーがもらったけど。みーちゃん、ありがとう。ありがとうございます。あ、瞑想してた？おかえり。はい。だけど、ゴミ捨て行く？ゴミ捨て。やった？ゴミ捨てしてないです。してないです。どうぞ。ドアめっちゃぶっ壊れたけど、大丈夫か？大丈夫。全部取れたけど。何も、スカスカになったけど。あれ？ガレージ出した瞬間に
もう全然聞いてよ、もうお金が欲しいんでしょ、2人とも。お金欲しいです、はい、でしょ、みーちゃん欲しいの？にゃーいらないらしい。みーちゃんいらないんだ。じゃあみーちゃんお金全部ちょうだい。にゃーちょうだい、全部全部ちょうだい。じゃあ行きます、こっちです。はい、あ、待って、みーちゃんさ、僕の車持ってきてもらっていい？嫌がってる。なんで嫌なの？じゃあ持ってきてよ。にゃー、ね、って。これは僕の車乗ってきて。よい、だんだん分かってきた気がする。勝たないなって言ってた今。さっきからずっと一緒にいたの、みーちゃんとは。いや、さっき出会いました。さっき、あ、そうだ、さっきなんだ。さっき。もう、ほんとついさっき出会いました。気をつけてね、ほんと。暴力しか好まないから、この子。いきます。はい、お願いします。ちなみに、二人は何の目的でこの町に来たの？この町に来たのは、うん、自分たちのお父さんが警察官だったんですけど、ほう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 、ちょっといろいろ事件に巻き込まれて、まあ、今ちょっと会えなくて。あ、なんか残念なことが起きたんかな。お父さんの意思を継いで。あ、なるほどね、警察官になろうって感じね。そう、警察官になろうって思って。はい、いいじゃん、ね、絶対なってよね、それ。警察官意外と今の時期ね、すごい倍率高いから。あ、そうなんだ。そうそうそう、今のうちにアピールしとくのもありかもね。結構なりたいって子多いから。へー。あと犯罪とかしたら絶対なれないから、犯罪はしちゃいけないね。あ、わかりました。気をつけてね。わかりました、ありがとうございます。みーちゃんは多分一応これ犯罪者だと思うから気をつけてね。あ、そうなんだ。そうなんだ。2日前ぐらいに来たんだっけ、2人とも。いや、今日来ました。あ、今日なんか。はい、ついさっきなんだ。はい、めんね、なんかついさっき来たのにこんなゴミ拾いさせて。あ、いや、全然、お金が欲しかったんでありがたいです。あ、本当にバイト紹介してもらって。はい、本当だったらね、なんか飲食とかも行ってみるのありだったけど、どこにも行ってないんよね。どこにも行ってないですね。まだ行ってないです、どこにも。そうだよね。うわ、どうしようかな、ちょっと僕この後用事があってさ。はい、それ終わってからだったら全然案内とかできるんだけど。あ、全然、でもなんかその辺大丈夫？フラフラ回ってみるよ、ね。はい、その辺フラフラ回ってたらなんとなく分かるかなと思って。はい、なるほどね、ちょっとごめんね、マジで。あ、いえいえ、全然、お忙しい中逆にありがとうございます。いや、いいよ、全然普段は忙しくないんだけどね、なんか今日だけ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。量がすごいな、本当に、住民のゴミの。うん、でしょ、めっちゃゴミ出してくれてる。相当汚いの、これ。姉の部屋と同じぐらいだ、これ。